それでは準決勝、3回戦まで、はい、終了いたしまして、現在の、着順を、発表したいと思います、はい。1位が戸出さんで、プラス48枚、はい、で2位があやじゃんさんでプラス19枚で3位がむっちゃんで、プラス13枚4位がひかるさんでマイナス12枚となっておりまして、で残り1回で、最下位1人が、脱落という感じになっておりますけれども、それぞれ一人ずつ意気込みを聞いてみたいと思いますが、まず戸出さんはですね、最終戦抜け番です。なので、決勝戦、通過確定ということです。今の気持ちは、今日は私今住んでるところが神戸なんで、負けたら帰ろうと思ってたんですけれど、なんか多分新幹線では今日帰れないから泊まりになる、なんかホテル代を払うことがちょっと嬉しいです。なんかホテル代がかかるイコール最後まで残ってるっていうのがなんか変な感じで嬉しいです。最後まで頑張ります。はい、じゃあ続いて大島さんお願いします。ここまで来れたんで悔いのないように打ちたいと思います。はい、頑張ってください、はいはい。じゃあ、むっちゃんお願いします。はい、私のものは何もないので頑張って打ちます。はい、頑張ってください。はい、最後にひかるさんなんですけど、まあ、ひかるさんもですね、むっちゃんとの差が25枚なんで、まあ、トップラスとかで、はい、全然まだ可能性あります。はい、じゃあ最後に意気込みお願いします。いっぱい恨ませて上がります。頑張ります。はい、それでは選手の皆さん頑張ってください。はい、以上です。皆さんこんにちは。こんにちは。ザ・クイーンズカップ準決勝4回戦です、さあ決勝に行くメンツがこの勝負で決まります。ついに4回戦が来ましたね、はい。ちなみに、現在ですねポイント状況、あやさんがプラス19枚、むっちゃんがプラス13枚、ひかるさんがマイナス12枚ということで、まあ、最低でも25枚差あります、まあ、トップラス条件という感じですね、このタクで戸出さんは今回抜け番なんですけれども、48枚浮いてますので、このまま半分の24枚持って決勝へと進出となります。はい、はい、もうあとやるだけです。あやさんとむっちゃんさんの、はい、むっちゃんさんの差が6しかないから、多分2人は考えてることは多分一緒というか、はい、そうですね、逃げ切りですね、うん、基本的に決勝まで行ってしまおう。ヒカルさんに対してどう対応していくかっていうことを2人とも考えるでしょうね。ヒカルさんのリーチとかどう対応するんですかね、いや正直あやさん振ってむっちゃん振ってってお互いも思うんで、でもそうなるとヒカルさんにとってはこう積もるチャンスになるっていう展開になります。そうですね、でヒカルさんはもう行くしかないから、はい、親番とかもか例え掛けでも行くじゃないですか、うん、でそれに対してあやちゃんさんとむっちゃんが、こりちゃんと本当にそういう状況になってって2人ともチップス散々抜かれてみたいになっちゃうと、うん、ありますね、うん、もしかしてが、もしかしてがありますね。はい、ということで、今回実況解説は、麻雀警察のヒロと、はい、こちらミホです。はい、前回引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、はい、ザンリーグ所属の天ぷらミルクです。お願いします。よろしくお願いします。あの根底の方ですね。はい、じゃあそれでは、準備の方できましたら対局の方を、お願いします。はい、じゃあちーちゃんにむっちゃん、え、あ、違うどっちあれ順番が多分その数字はい、むっちゃんです。むっちゃんでした。はい、ちーちゃんむっちゃん、はいはい、そしてなんちゃんにひかるさん。あ、でもひかるさんいい顔してますね。そうですね、もうやるしかないですからね、状況ですけど、うん、はい、で、シャチャあやじゃんです。クールですね、うん、クールビューティー、表情変わんないですね。TSK は未経験者でも活躍できる会社です。あなたの応募お待ちしてます。まあ、だんだんとこの対局も後半になってくるとお互いにこう知り合い度が深まってきたら、確かにちょっと卓上での会話もね、そうそうそう、増えてね、だんだん楽しくなってきますよね。はい、女流リーグもね今回2回目なんで、まあ、3回目、はい、4回目とこう顔なじみになってくるとね、なお面白くなってくると思います。今はですね、ヒカルさんがめっちゃ蚊に刺された話してます、うん、腕がね、すごい蚊に刺されちゃったんです。ここですか？
いや、なんか公園らしいです。夜なんか撮影があって、あなるほどなるほどすごい刺されちゃった、かわいそう、ついてないね、ついてないですね、うん、でもそんな話をしてリラックスできる精神状態なのはすごくいい感じがしますね。確かに気負いを感じて、確かに間違いなく蚊に刺されたでしょ。いや、そうです、うん、間違いないですね。ヒカルさんのねダンスしてる動画をね見たんですけど、すごいです。見たことあります？あります、ね、でも流れてきて、はい、おめっちゃガチやんみたいな。ほんま麻雀だとねちょっとふんわりした感じもあるんですけど、うん、ほんまもんのクールでね、うん、あ祈ってる。はい、さあ始まりました、ザンクイーンズカップ準決勝4回戦です。はい、ちーちゃん、むっちゃん、ハイパイはどうだ。お、初が統一の一メンツあって、お二メンツあるかこれ、一メンツですね、うん、はい。さあ大和光選手、ちょっと染めも見えなくもない。そうですね、面本一うっすら。あやじゃん、あなんかでかくなり、わすごい、第一赤嘘ですよ。こういうとこ、こういうとこだよな、かっちょいいな。あでも E ピン入ってこれいいぞ。あほらほらほら、え役場に見えてきた、全部もう真ん中入んなくなりました。おめっちゃもいいぞ、いきなりですね。うわー、光さんめちゃくちゃ、みんなめちゃくちゃ寄せてきますね、これは。こういう場合普通のメンツの人がピン入れて、イーシャンテン有利と言われますが、うわ待って、ヒカルさんピンズしか引かないよこれ、すごいよ、中連まであるよないか、中連はないか、夢見ますね、うん、いやいや分からんよこんなね、だってチーピンとかピンとか言ったら ねだってチー、あこれまたアイジャン進みました。アイジャンもう一個、えなるほど、これマンズの本一にはいかず、うん、なるほどね。むっちゃんこれどうするか、うん、3と水槽、はい、うん、ね、両面タッチして使うんであれば、まあ、あとはただ染めてと国士がいる中で発を持っておく価値あんのかっていうのはありますけどね、まあ、頭として使うにしてもローピンが重なってるから、そうですね、うん、ちょっと、うわめちゃくちゃ寄ってきてます、ペッペが、さあこれはね鎮逸に行くんだったらペッペありますね。あれ鎮逸行かず、行かず、これ名本チートにいいシャンって出ましたね、出ましたね、あそしてこれをポーンとテンパイ、とりあえず1回上がって親持ってこうっていう感じですかね、うん、ペアここに2枚ですけど9ピンが山に2枚ですね、結構いい街じゃないですかこれ、はい、あでもペイ、そっかペイないんか、あ9ピンごめん1枚、あやちゃんはこれですね、マンズの本一とチートイツ、あそうなると9ピン切っちゃうと当たりですね、9ピンはならない、9万もうかなりやめてるこれ、じゃあこの9万切りはかなりやめ寄りなんで警戒してますね、うん、あーキューピン危ない、危なくない、あ待ってこれ国士いってるんだ、うん、俺チートイツかと思ってた、え国士ですよ、国士か、はあ、なんか俺本一チートイ見てんのかなって思ってたけど国士いってんだね、これ本一チートイはねさっきまでの人、あさっきまでちょっとね天秤にかかってた、白はちょっと切りづらい配だが勝負、高くなった。これ大きいですね。はい。あやちゃんの国士はちょっと難しいか。そしてここイーシャンテムっちゃん。ルーピンが。リャンウソ。あ、これ何？三蔵ポン考えてるのか。ポン点取った。初バック。初バックはどうだ？国士が一人いるんだよな、まあ。プレッシャーかけてくって感じですかね。いや、かかってるか？どうですかね。あ、でもね、確かにリャンウソ薄いのか。いや、薄かはないんですよ、本当は。いや、これむず、いや、ね、これね。4枚プレッシャーかかってないんじゃないかこれ例えばですけど、はい、じゃあそのむっちゃん次引いたピンズどうするのっていうのありますよね、うん、次じゃあ例えばなんだろうな、ウーピン、まあ、ウーピンあかんか、あでも引いて壊るピンズってそんなに種類ないのか、実は選べるがそのままシャボ、そうですね、うん、パーピン本しちゃってるから役がないですよね、だからペイバックになってる、あペイバック時間が染まってる、染まってる、染まってる、染まってるですけど、すみません、ああそうです、チーピンですね、むっちゃんの初バックはどうなんだ、でもまあ多分1枚いるな、でも、はい、そうそう、あやちゃんさんの折りを見たんじゃないかという感じはしますけど、これ初引いてきたらすごいけど、そうこれとかさ、うわーか切るか、これリャンピンはあやちゃんが切ってたわ、いやーあと後ろこっち染めが分かんないかもしれないですね、単葉かなみたいな感じもしなくもないから、確かにそうか、少し単葉に見えないこともないか、ね、こっちから見るとねもうあれですけど、確かにそれはそうだ、
でもし単ヤオであれば初ヒカルさんから出てきてもおかしくないから小そうこれ単ヤオであれば大丈夫大丈夫、うんうん、通ってる缶行くか缶行くか缶するんじゃないですかね。キューピンを誘う意味でも缶かもしれない。むっちゃんにパーピンがちゃんかに当たらないかどうかぐらいですね。まあちゃんかねレア焼きですからね。気にしなくていいですからね。缶、うん、でしょうね。さあキューピンはヒカルさん花だからじゃあこれあれですね。キューピン1枚初1枚の1枚ずつだ、うん、うわこれ3ピンちょっと切りづらいか。でも一応筋ではあるのか。いやでもちょっとなんかちょっと怪しいですよね。もう何当たるんだみたいな感じになってきて、ね、もう初もちもちなんじゃないかって思いたいぐらいですね。であの缶で花々乗ってるのを見るとあこれでやめかローピンは現物です。でも3ピンが出る3ピン通る通るんかいと、うん、ここで初こっち持ってくる、まあ、まあじゃあやめとき、うん、よかったですね。ライダンさんでも最後まで見るのがいいですね、うん、国士をねやすやすと E1 とか切らずに嘘はいらない、うん、取ってる。むっちゃんもう一回貼り直せるかどうか最後、うん、あこれは当たり牌えキューピン当たり牌、うんまあ、ローピンゲーム2があるので、うんうん、じゃあ結果オーライですね。うんヒカルさんの一人天敗ですね。それで親番が流れる形になりました。と2曲流れ一本場ドラがダブドラでウーピンになってます、うん、ちょっとヒカルさん手が苦しいかな。どうなんだろうこっち側見えないけど苦しい苦しいね。こんなシャープありますね。苦しい。とりあえず一旦花抜いて抜、うん、花抜いて何欲しいですか。ペンチース欲しいです。うん、うん、シャープダブ飛んでもよかったかな。おっその花だ。あやさん強烈な手入ってるな。しかもこれダブドラボ統一ですよ。すごい打点が。わわう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 わ打点の暴力イーシャンテン。うわ三蔵入ったら死んじゃう。三蔵スチピンのイーシャンテンだ。むっちゃ悪くない。またあやさんか。またあやさんか。これはこれはあやさんさん。でもむっちゃんも悪くない、はい、悪くないというかイーシャンテンじゃなかった、うん、今ねつもぎりめっちゃ2シャンテン、愚形含み。あ、これで少し良くなったぞ、うん、いや、なんならちょっと間違えば素何個まであるぞ。あ、でも位相が素何個やってる暇があるかどうかちょっと分かんないですけどね。位相がもう実は3枚切れてます。あ、逆にいいじゃないですか。位相が3枚見れてばより素何個ですよ。どんだけポジティブなんですか。いやいやいやあ、じゃあ両道三蔵ね。両道は1枚切れて三蔵引きましょう。つもぎりロウソウ重なっとる。例えば両ピンね縦に引いた時なんかどうやって一旦玉とか。あこれスチピン入ってサブローソーだ。うん負けた。これめちゃくちゃ高いです。面ピン8。うわうわお伊藤さんの言う通り、ま、一旦いいピンでリーチするかしないかなんですけど白ポツないから一旦玉えありますよ。白これ素何個ありますね。でも乱造は待ってリーチ一発もピン風 1,2,3,4,5,6,7,8はい、12本裏ドラ1枚の上は100万100万12本トリプルですね。168000は179000千バック。これヒカルさん親かぶり痛いですね。痛いですね。激痛ですねこれ。痛いですね。まあ親ね、まあ、ナンバの親があるにせよ、うん、2回しかねないチャンスの親番、はい、なんとあやちゃんのバチバチのトリプルで流されてしまいました。流されたというかもうなんか流れてすらいないですね流したというか叩き潰されましたね最後の、うん、まあでも確かに大きかったですけどむっちゃんもひかるさんも3万5千4万だから、うん、一発付きでさあむっちゃん3面ちゃんになったぞ、うん、いい嘘でしたね。ダブドラの嘘がここに1枚のハツが嘘がこれあダブドラあんこですよ。これむっちゃんちょっとピンズの方があやちゃんのドラ爆 うわ三面ちゃんだった。なにこれ言いそうなんですね。怖いっすね。両ピンですかね。
これシュン泣くんじゃないですか、うん、あ、ボンだこれでいいシャンテン初をアヤシャンさんが持ってるんですよ ね、 うわまた広くなった、シュンめちゃくちゃ高いです、初が間に合うのか、さあ鬼のアヤシャン、鬼のアヤシャンに追いつくか、アヤシャンさん初切りリーチ、さあこれで両面両面いいシャンテン、ね、さあどうだ、あーこれ手が広くなるぞ、そうですね初で、さあむっちゃ間に合うか、間に合った間に合った、サブロック急走捕まえろ、鬼を捕まえろ、わこれあ捕まえた、でも捕まったのは鬼じゃなくヒカルさんでした、そうでしたね鬼じゃない、約1234これしかも跳ね回ります、いやーこれヒカルさん大激痛だこれはきつい、しかもしょうがないこれ急走、弁理士投資家インテリジェンスギャンブラー平井デッシン、またの名を予想屋マスター、競馬も麻雀も確率論、感情を排除しなければ勝負には勝てない、実力がある穴馬をプロの目線で発掘します、日本一の競馬予想屋が競馬の奥義を公開中、地層急走は当然ねやっぱ内側から発着になっちゃうんでね、うん、当然ね地層も危ないですし、はい、そして難一局ですね、こちらの親番ドラがローピンです、もうヒカルさん次の親にかけるしかないですね、そうですね、とにかくここはなんとか早く、でむっちゃんとあやちゃんさんはもう勝ち抜けあるという決まってるんで、ちょいちょいチップを取りながら先を目指すととりあえずむっちゃんはここであやちゃんさんをかわしたいですよね、親の連チャンをして、あやちゃんさんより上行きたいですね、そうですね、できれば難一の時点では、はい、ヒカルさんちょっとありますよこれ、スーアンコがうっすら見えてきました、早いっすねいやいや役満はね麻雀の花ですから、うっすら香ってきたスーアンコは、うわっいいシャンテンだ、お来た、スーアンコいいシャンテンです、これ脱点ももちろんチップ10枚で条件がまた一気に緩くなって変わってますよね、ヒカルさんこれは泣きません、ペーキューピンパーピン、あ、アヤジャンさんペー持ってるんだこれ、ヒカルさんのスーアンコに必要なペー、なんと鬼が握りつぶしております、鬼の手でアビも切られてキューピンも1枚ずつ切られちゃいました、ね、うわちょっと絶望的な状況ですが、もし間に合うとすれば、まあ、アヤジャンからの出上がりぐらいか、うわ間に合った、さあでもこれでこれでペー切られないと思うんですよ、いやでもアンパイとして持ってたんじゃないですか、一枚切れのペー、やっぱりはい抜きますよ、ほらほら抜いた、えこれじゃあスーアンコありますよ、パーピン1枚、えパーピン、え待って塩ポッチもいる、本当だちょっとあるよ、2枚いるよ、このスーアンコ、あやちゃんがペー打たないなら、あやちゃんさんが、まあやちゃんさんはね法人になるような牌切りたくないですよ、もう中抜きしてるんで、2枚いるよ2枚、あっかすった、おっしゃおっしゃ2枚力入ってますね、なんか周りもね、なんか顔見たらとてつもない何かが来てるなっていう感じはすると思うんですよ、だから例えばこの捨て牌に縦に当たりそうな牌切りたくないですよね、例えばション牌の自牌とかこれですね、うん、でももう現物も、あでもシャーが出たところで一応アヤシャンいいシャンテン、さあ枚数は減ってません、白ポッチとパーピン1枚、2枚います、これ積もったらマジ分かんなくなっちゃうな、いやすごいですね、マジ分かんなくなるし、2枚いるよ2枚いるよ2枚いるよ、おテンパイ、えいやテンパイじゃないですよ、あれテンパイじゃないか、はい、え違ったか、今ペー切ればシャボじゃん、来るか、散らしますね、違った違った、1枚で、あ待ってラストイーソー引きましたよ、ラストイーソー引いて、これウッパソーウーピンはちょっと切りづらい、はい切りづらいな、でもいやウッパソー、うわいったいった、シロポッチいる、引き合いだ、これスーアンコ潰せば勝ち抜けです、ウッパソーの枚数は、さあスーアンコ対ウッパソー、ここに1枚だけど、ウッパソーいい、めっちゃ
カバンに2枚いいですね。だから3枚で、さあこのヒカルさんの数アンコ潰せはほぼむっちゃん勝ち上がり確定。確定だ、確定だ、ペイになるのかこれ。じゃなくて切らず、うん、そうですね、バニ2枚目。さあ数アンコか、ウッパソか、なんだ花だ、数アンコかウッパソか、どっちだ。あ、違う、数アンコか、来ないですね。わ、これついてないやつだ、外れ、うっぱそか、勝てん、やだ、数アンコめくれちゃうって、ほんと2枚いるんだよこれ、まっちゃんこれ2枚いるんだよ今、いい、待って、いやでもあやちゃん打たない、あやちゃんにうっぱそいっちゃったですね、ウーピンが、あーこれもうめくれちゃうよそろそろ、うわ、おー、あーもうそろそろだよ本当に、え、まだ2枚いるんだけど減らないよ、減らない、ちょっと、あー、あー違う、2枚顔してる、うっぱそだ、うっぱそだ、2枚いた、パーピンしろこっちで、いやーヒカルさんナイスファイトでした、いやこれ惜しかった、そうですね、開きたくなりますよね、入ってた、あ、めくっためくった、うわっと、そのあと1枚あと1枚先、白子を決める、いや、まだですよ、まだまだ気持ちいけない、いや、ま、でもあやちゃんさんの手が丁寧でしたね、うん、ちゃんと止めてましたね、そうですね、あ、最後の最後にあと一歩、あと一歩届かずむっちゃんもね、結構形キープして最後の最後で押し返しましたね、ね、黙って見てればもしかして次引かれてたんじゃないですかね、ワンチャンありますよね、よく戦いましたね、はぁ、あ、さあただまだ終わっていません、むっちゃんの連チャン中です、やじゃんさん、花花で、いやー今の面白かったな、あの数アンコ積もれるかもしれないこの時間1秒につき多分500円ぐらい価値あると思うんだよね500円はちょっとあれか、うん、そう、まあでも興奮しましたね、しかもこう、今ね現状苦しい人がそれになってくるのがまたいいですよね、アンダードック効果がねいけーみたいな、さあまだ終わってません、うん、お、ヒカルさん一応なんか縦に、そうですね、ヒカルさん、うん、ヒカルさんね展望ちょっと少ないんですけど、まだ親番はあるんでね、親番で、あ、さんとさ、むっちゃんさん泣くのかな、想像3連チャンで固定するか、タイヤを固定するならローピン切りもあるか、タイヤを固定しました、あれで赤嘘をね重なってリーチしたいですね、うん、お、ペイをポンして、ね、うーん、どこを払おうかな、で一番両系のところを固定しましたね、最終形を強くする。ん？スーピン？つもぎりか。うん、いらない。ヒカルさんはウーソーもコンテンですよね。取りたいですよね。うん、ウーソーが欲しい。お、ああ、これはちょっとむずいな。これどうしよう。ターツオーバーなんで何か払うんですが、うん、3ピン。あ、チートイツじゃないかこれ。テンパイじゃないか。イーピンドンキだ。うん、あやちゃんいつもにかテンパイしてました。うん、イーピン、イー。イーソーは帰れない。イーピンヤンさんですか、うん、あ、これリアンゾーリアンゾーになりますね。これで一応ウーピンを使い切る形でメンツ手を目指してます。あ、これでテンパイだ。待ち多くしたいんであれば、ん、え、なんだ、おお、やっぱりイーピン良かった、イーピン積もった、無慈悲リーツもチートイツ1に満願、当たり前のように積もりましたね、短期待ちなんですけどね、クールですねはい、そしてここで飛びが出ました、飛び賞2枚払って、はい、カレさん最後の最後数アンコ成就ならずということで、いや本当に戦いましたね、いや、いたんですけどね2枚ね、最後あやちゃんさんが当然のようにイーピン談義をつま上がりました、鬼まさしくこのこの女はい、いや最後見どころありましたね、すごかったね、いや本当に分かんなかった、2枚生きてたんですが、うん、頑張ってこううっぱそうでね張り返したむっちゃんの勝利ということで、うん、はい、勝ち上がりしました、3名の選手、あやちゃんさん、むっちゃんさんと、トデさんですね、準決勝、あ、決勝ですね、今後ともお楽しみに、はい。
海外不動産への投資はカンボジアから。急成長を遂げるカンボジアで米ドルの不動産投資や銀行口座開設を始めませんか？不動産は利回り 9% で定期預金の利率は 6% 以上。魅力的な物件を多数ご紹介。カンボジア不動産のアンナアドバイザーズ。はい、それでは対戦を終えた、選手の方にインタビューしていきたいと思います。じゃあまずは、はい、木村さんから。最後めちゃくちゃ惜しかったですね。あれ悔しかった。山2枚いたんすよ。そうですよね。はい、山にシロポッチとパーピーと一番上について、俺ずっと急いと思ったんですけどあれ積もったら分かんなかったですけど、いやー、積もったらいけたかった。いやでも最後、はい、こっちはめっちゃ盛り上がってました。よかったですね、狭があって。むっちゃんがこう水面下で手を進めてそう、やばいと思って、最後の方でこうシュッとこうリーチが来てそう、シロポッチの引き合いで終わったんですけど、ウッパソンマンマン舞いすぎて、惜しかったです、はい、次はちょっと残れるように、はい、次は残れるように頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあみちゃんお願いします。はい、なんやかんやで化粧を取りましたチョンボしてから、ね、もうダメだ。チョンボじゃないです、ノーテンリーチだ。あ、ノーテンリーチ、チョンボ、あれ上がれなかったらチョンボです。あ、そうだね、ノーテンリーチから西川さんが救ってくださってから、机にチップしてショットしたどうなったもんね、完全に、はいはい、なんとか残りました。残りました、苦しいです、前ずっと苦しいここまで来たらね、はい、これしかないと思います、はい、頑張ります。はい、見てください。じゃあ次、戸出さんお願いします。はい、なんか結構私もやらかしてて、でもまあそんなに問題がなかったから良かったんだけど、あの難波なのにトンバだと思って、あったね、追いついてるね、こうしちゃって、うんうん、でも最終でもよく気づきましたね、テンパったから、あ、そうそう、良かった良かったと思って、うん、ちょっと本当にハイパイとツモに恵まれているから上がれたのかなと思うので、次もハイパイツモ良かったらいいなって思ってますゆっかり、あれ大変でしたよね、6球損を追いすぎたら7、8、9全部切りましたね。そう、レアウンソにしたらレアウンソも振り手になったりさ、もうそれも、ね、大変だったね、あーあーあーってなんで、はい、じゃあ最後落ち着いて、うん、はい、頑張ります。はい、なんと鳥さんはね、プラス48枚チップ持ってますので、決勝に24枚持っていきます。もう1回トップ取っていくと思うので、まあ、でも相手直対なんで、はい、わかりませんが、はい、頑張ります。はい、そしてアレザンさんお願いします。はい、前回もクイーンズカップに出させていただいたんですけど、前回準優勝で終わってしまったんで、うん、今回は優勝を目指して頑張ります。アレザン、今回なんか終始手がいかついっすよね。なんか、吹いてる。ドラめっちゃ多いよね。はい、ドラが寄ってますね。トリプルでしたし、すごいね。赤3枚、ダブドラ、そいつに花3枚とか、すごい。うわ、この人怖ーみたいな。じゃあ最後に勢いつできるように頑張ってください。はい、あります。はい。それでは、次回決勝戦となります。次回のザ・リーグをお楽しみに。バイバイ。